印象、紐で、クロード・モネ1872年風景画は山、渓谷、木々、河川、森などの景観を描いた絵画である。多くの場合空が描かれ、天候が記述される。海を主題として描いた絵画は特に海景画と呼ばれ、都市を主題として描いた絵画は特に町景画と呼ばれる。 ポンペイとヘルクラネウムには一世紀頃のローマ帝国時代のフレスコによる風景の室内装飾が残されている。伝統的な中国の純粋な風景画では人物の姿は非常に小さく描かれ見るものをその風景の中に引き込みその壮大さを表すために描かれているに過ぎない。このような風景画は現存する墨による絵画が描かれた頃にはすでに成立していた。 中国の山水画は、10世紀から11世紀に李星、理性、半広し、各広しなどの巨匠を排出し、従来の本流だった、人物画をしのぐ状況になった。15世紀初頭、ヨーロッパでも、風景画は一つのジャンルを確立した。それはまだ人物が活動する舞台としてではあったが、エジプト東避中の急速、東方山博士の旅、砂漠の聖、 ジェローモといった宗教的な主題の中で風景がしばしば描かれていた。17世紀のオランダでは豊かになった市民階級の家屋を飾る絵画として風景画が確立し、ヤーコプ・ファン・ロイス・ダールやメインベルト・ホッベマなどの専門的な風景画家が登場した。オランダの風景画は国土が平坦なことから空と雲が重要な要素となった。 19世紀に入ると、ヨーロッパでは、自然主義が主流となり、宗教的、歴史的な画題あり想化された風景を室内で描く、従来の風景画を否定し、野外に出て、直接観察しながら、風景を描くバルビゾン派が生まれた。19世紀前半、空前の旅行ブームが起きた日本では、浮世絵においても、名所絵が流行し、 葛飾北斎の富岳三十六景や歌川広重の東海道五十三次へなどの傑作を生んだ。その大胆な画面構成や鮮やかな色彩は19世紀半ばに写真が実用化されたために写実主義に変わる絵画独特の表現方法を模索していたヨーロッパ美術界に大きな影響を与え印象派を生む契気の一つとなった。ヨーロッパでは ジョン・ラスキンが気づき、ケネス・クラーク卿が紹介したように、風景画は19世紀の主要なる芸術創造であった。この結果これ以降、人々は自然美の干渉や風景画の制作とは、我々の精神活動の正常な永遠的な部分であると思うようになった。クラークの分析によると、ヨーロッパでは自然の複雑さを一つの作品に表現する場合、 基本的に次の4つのアプローチがあるとしている。象徴の需要、自然の事実に対する興味、深く根付いた自然に対する恐れを和らげるためのファンタジーの創造、再生できるかもしれない黄金時代の調和と秩序に対する同型。米国では19世紀中頃から末にかけて活躍したハドソン・リバー派が風景画の最も知られている例だろう。 彼らは理想とする女子史的絵画を実現するために巨大な作品を制作した。一般的にハドソン・リバー派の創始者と目されるトマス・コールはヨーロッパの風景画の哲学的な理想の多くを共有していた。それは自然の美に関する施策により得られる精神的な利益に対する非宗教的な信仰のようなものだった。後のハドソン・リバー派の作家には アルバート・ビアスタットのように生々しい時として脅威となる自然の力を強調した作品を生み出すものが現れた。その作品にはロマン派的な誇張が強く現れていた。探検家、自然科学者、航海者、商人、移住者たちがカナダの大西洋岸に現れた初めの頃、彼らは人を寄せ付けない厳しい環境と荒々しい海に行く手を阻まれた。 彼らは、この厄介な土地を地図に移し、記録して、自分たちの土地であることを主張することにより、対処しようとした。この土地の特質と生物に関する彼らの理解には、非常に差があり、その観察には、非常に科学的で正確なものから、風変わりなもの、空想的なものまで、様々だった。これらの観察の結果が彼らの残した、風景画に現れている。 カナダの風景画の最も良い例は1920年代のグループオブセブンの作品に見出すことができる。ありがとうございます。